さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。あら、元気にさせていただいてます。いただいております。お二人は、はい、はい、印象に残ってる先生、お世話になった方とかいます？これは本当にいますね。もう救っていただいた先生が何人いるか。本当に、ね、学校の先生、まあ、クラブの先生、監督いなかったら、あ、今ないなっていう思いがいっぱいあります。ちっちゃな頃からね、小学校の頃から僕はそうですけども、いかがですか。はい、あ、いや、私も印象深い先生はたくさんいます。なんか喋り方が独特な先生とか。あ、楽しかった先生。はい、楽しい先生たくさん覚えてますね。あ、いますね。学ぶ知識だけじゃなくて、うん、心も育ててくれるのが先生だったりするかなと。そこが一番大事じゃないでしょうか、本当はね。思います、はい、ということで、うん、今回ご紹介しますのは、生徒数が前年比の 130% を超すという実績を持っています、うん、こちらの企業様、30分通してご覧ください。はい、どうぞ。あなたは自分の将来に明るい希望を持っていますか。内閣府によって発表されたデータでは、日本の若者が抱く将来への明るい希望は諸外国の中で最も低い数値であり、これは我が国の将来においても大変深刻な問題であった。そんな現状を変えるため、クオリアな人づくりをコンセプトに、未来を切り開く人材の育成を掲げ、0歳から大学受験まで自分自身の成長、そして世の中への貢献を目指し、子供たちの持つ可能性を広げ続ける男がここにいる。株式会社アカデミー代表取締役社長、河内浩。株式会社アカデミーは、代表を務める河内がスタートした杉の子塾をきっかけに、現在栃木と東京合わせて65箇所で進学塾を展開。知力、人間力、体力といった3つのバランスを教育の柱に据え、ダイヤの原石である子どもたちの才能を夢実現支援企業としてサポートし続けている。今回は河内浩をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。もう初めて4年で、うん、まあ、400名の生徒さんということで、はいはい、最初から人気だったのかななんて思いますけど、はい、最初はご苦労もやっぱりありました。いや、最初はですね、私元銀行員だったんで、まず教え方は分からないんですよ全然、はい、なんで教え方から全部オリジナルで、なんで、まあ、初期の頃はものすごく大変でしたね。もう問題は一切市販のやつが使わない、自分で問題集全部作る。へえ、だから小学校1年から中学校3年まで9学年、小学生は算数と国語、中学生は英語と数学、まあ、一人で見てましたんで、その問題を毎日作るんで、もうほとんど問題作成と、それからそれをどう教えるかっていうのに忙殺された3年ぐらいだったですかね。はなんで、逆に言うと今私どもの先生の指導の仕方って全部私がマニュアル作って大体ほぼ統一できてるんですけど、それ初めの3年間に私が全部オリジナルで教えてたのがすごく後になって、まあそういううちのマニュアルになったっていうことだと思いますね。だから指導法については私は先生なしで、自分で、まあ、自分で勉強ができなかったんで、私は中学校の時ものすごく勉強できなかったんですよね。で、できなくて後になってはできるようになってきて、なんで子供たちがどこが分からないかが分かるんですよ、ね、なんで指導者としては多分人の分からない、理解ができないところを理解して教えられる指導者になれたと。逆に自分が勉強できたら多分そうにはなれなかったかなと思いますね。小さい時から勉強できてたらね、できてたら、なんで分からないのってことになっちゃうもんね。そうなんですよ。そうね、よく名選手名監督ならずというのはありますけどね、やっぱり選手として上手すぎると、はい、今度監督になった時にこの下手な人の気持ちが分かんないっていうんですかね。それがまあ初めの3年間で、まあ、自分はすごくラッキーだったなと思いますね。なんで参考書、ごめんなさい、はい、そういうどういうふうに教えたらいいかっていうノウハウもあるし、はい、問題集もあるじゃないですか、はいはいはい、それなんで問題を自分で作られたんですか。はい、多分私の性格なんですけども、はい、あんまり人真似が好きでなくて、もうこの事業経営もですね、あんまり人の真似したくないと。でっけんだけ、まあ、初めはいいとこ学ぶっていうのが真似るからあるんですけども、基本はやっぱり自分でオリジナルでやりたいというのがあって、
指導法も苦労して自分でオリジナルでやっとこうというのが、まあ、初めから自分にこう戒律として課してたような感じしましたですね。当時はそれはもう宮沢さんのご年齢では分かるかどうかあれなんですけど、コピーがない時代だったんですよ。でコピー機が、コピー機がナイスナイスナイス、あれなかったですか。ガッチャンガッチャンやってましたよ。そうなんですよ、これですよ、わらまんしのね。そうです、やってましたよ。だからもうね、何通じてないような感じしたあったでしょ。コピーがなかったんですよ。コピー機ない。どうやってたんですか。当時はね、ロー紙っていうのがありまして、そこに鉄筆っていうの字書くんですよ、ローの紙の上に。でそれを今度は投射板つって印刷機の上に置いて、こうやって一枚一枚こうやって印刷するんですよ。でこれをやってたんで、私は創業当時はもう本当に毎日も軸のこと以外はやることできなかったぐらい忙しかったですよ。問題を作って印刷して用意して、そうでしょうね、普通だったらその時間でも間に合わないよ、問題作ってまでやってね。問題ですよね。からコピーっていうか、これやるわけだから。そうですそうです。なんで多分うちのオリジナルの指導法っていうのは、そういう中からこう自分でですね、こうやったら子どもたちが理解できるっていうのが、まあ生み出されてきたのかなと思いますね。まあ、そこはちょっともう特筆されたものがあるね。はい、そこに普通向かえないもんね。でそんなことやってて、だんだん今度社員の人が増えてきますよね。先生たちがたくさん増えてきて、まあ、何百人もなってきて、それからですね、だんだんこう市販の問題も一部使わないと間に合わなくなったというか、なんで、まあ、基本はやっぱり私のやり方で、まあ、ほぼ今何百人もいる先生たちもやっていただいているという感じでしょうかね。まあ、それが結果的に今合格実績とかなんかにつながっているのもありますし、それからあとはまあ人としての教育っていうところも、まあ皆さんがやっていただけるところになっているのかなというふうに思いますね。これ個人で教えるんじゃなくて、今度組織としてこれを同じようにやっていくというのは大変でしたね。そこはもう一番の悩みじゃないですか。そうですね、自分が動いちゃえばこれほど楽なものないっていうね、もうこういうパーソナリティをお持ちでいらっしゃるから、はい、ところが伝わんねん。まあ、やっぱりだから今度はそうなんですよ。カバチの教育理念は広がり、毎年生徒が増え続けた。さらなる展開を考え、3つ目の校舎を開校したが、ある日カバチに危機が訪れた。私も初め4年目に、まあ、毎年100人ずつ生徒が増えていって4年目で400人ぐらいになったんですけど、でそこでまあ社員も少しずつ増えてきたんで、2つ目と3つ目の校舎出したんですね。そうしましたらやっぱり赤字でですね、これはもうやっぱり1店舗で私がやってみてる時と、やっぱり多店化していくとなると、今度企業としてのこう考え方を入れなくちゃいけないんで、やっぱり3店舗目、2店舗目3店舗目で失敗しまして、一旦全部閉じて、でまた一箇所に戻して、でそこから今度は経営者としてこうどうマネジメントしていくっていうかですね、自分のやり方を人にやってもらうにはやっぱりマネジメント能力を上げないとダメだというのが分かって、それから勉強して、また今度少しずつ、まあ、今65箇所ぐらいになってますけれども、まあ、なってたということですかね。いやいや、淡々とこう、はい、素敵にお話をされる方なんか、はい、実に簡単そうに聞こえますけれども、すごいことやってますね。はい、はい、1回締めて、はい広めて、はい次の400人みたいな、いつどういう流れでそこまで到達するのっていう行動力なのか。いやいや、もうやっぱりいつも持ってるんですけど、挑戦してまずいと思ったら一旦戻ると、うん、で反省してまたトライすると、うん、もうこの多分ビジネスにしても教育ももうこの繰り返しかなと思ってますんで、まあ、ただ自分でやるのは簡単ですけど、人にやってもらったら難しいですよね。なんでやっぱり経営ってなると、こうちょっとまた経営的なその考え方きちっと学んで身につけないと、自分一人でやるのとはもう随分違うなと思って、まあ今でも勉強ですけどね、はい、そこにやっぱり苦労されて痛みも味わって、でもこれだけ大きくなってきてっていうね。まあ、それとまだ初めの頃は教育だけの悩みで済みますけれども、うん、人たくさん来ると今度お金の悩みも出ますからね。やっぱり、まあ、プロになると、やっぱり、まあ、やっぱプロとしての実力つけないと、うん、まあ、ある一定の多くの人たちに対する責任は果たせないなっていう感じは、まあ、うん、今でも思ってますけどね、当たり前ですけど、うん、はい、卒業生が塾の先生になるっていう、戻ってくるっていう、それもたくさんありますよね。最近はですね、なんでうちの塾にまた就職しようと思ってるのと聞くとですね、これ嬉しいんですけれども、うん、いや実はアカデミーの塾に来てて、うん、先生が素晴らしかったって言うんですよ。私じゃないですよ、もうすでにそのうちの先生たちですよね。
その人たちの、やっぱり例えばこの前も入社してきた人を聞いたら、あの先生に受験の目の前で一人一人に一人ずつコメントいただいて、もうそのコメントのおかげで受験受かったみたいなね、そういう話聞くと本当嬉しいですよね。でやっぱり、まあ、教育ってのは指導者の魅力で人はやっぱり寄ってくるのかなという感じはしますですね。本当にもう何人の先生に僕らの時ですよ、はい、助けられてきたかっていうのはありますよ。それは学校でも塾でもね。そうですよね。ありますよね。逆もありますからね。まあ、あの先生がいたんでもあの教科嫌いになって、嫌いになったっていう、ね、もうやる気なくなったっていうのもあるんで。本当にありますね。そういう点では、まあ、教育ってやっぱり人、先生の情熱資質で大きく決まるかなという感じはすごくしてますね。昔はって言い方はおかしいけど、そういう情熱的な先生がこういられる環境だったし。あ、そうでしょうね。そうでしょうね。今はちょっと違いますね、学校なんかもね。まあ違くなっちゃいましたですね。続いて子どもたちの将来を見据え取り入れられた知、徳、体、その教育プログラムについて聞いてみた。知、徳、体、うん、教育方針であるかと思うんですが、はいはい、こだわりは、まあ、クールな人になるには知力はもちろんあるけども、やっぱり人間性ですよね、徳育。それからあと、まあ、やっぱり社会で成功してるって人はみんな体力持ってますよね。なんで知力、徳力、体力、この3つを育てるということで、幼稚園も完全にそれが入ってカリキュラムでやっているんですけれども、塾でどうにかこれができたいなと。塾の場合は徳育と知育をやってるんですけど、体育ってのはなかなか入れづらいんですね、塾。それでもこの体育まで入れた塾を作ろうというのがトレジャーランドクオリアといって、なんでトレジャーランドって言われるかっていうと、子どもたちはみんなダイヤモンドの原石だと、そういう宝物を持ってて、それを磨いて発見して磨き出せば必ず素晴らしい人になっていく。じゃあそういう名前でトレジャーランドクオリアっていう進学塾を作ろうって作ったのが、まあ今回の新しい挑戦なんですね。クオリアっていうのはもともと私が塾始めた時から、まあ、将来社会に出て成功者になりつつ世の中に役立つ人を育てたいと、というふうに言ってると、なかなか皆さんそれってどんなことですかってわからないんで、簡単に言うと偉人だよと、まあ、例えば偉人、ね、簡単に言うとヘレン・ケラーだよと、簡単に言うとリンカーンだよと、簡単に言うとエジソンだよと。ただまあエジソンとかヘレン・ケラーには皆さんなれないんで、でもまあいいじゃない、地域のエジソンになって地域のリンカーンになればね、まあそういう人を私たちは世の中に出て立派に成功しつつ、多くの人に役立つような人を作っていこうと。でずっと思ってて、どういう名前で一言で言えるかなと思ってて、まあ、ある時ずっと思ってたんですけど、クオリティとフロンティアをくっつけたらどうかと、でクオリティとフロンティアくっつけるとクオリアになるんですね。それでじゃあクオリアで行こうと。で未来を切り開くがフロンティア で上質な人がクオリティで、未来を切り開く上質な人、これ私がずっと30年、創業から思ってたことなんで、これを一言で言った軸に名前変えておこうっていうんで、スタートしたのはクオリアなんですね。なんで私どもは、まあ、今のメインブランドはクオリアという形で、まあやはりどこの教室行ってもリンカーンとかですね、エイソンとか、最近ですとスティーブ・ジョブズとか、イチローとか、そういう全部切り絵で絵を作って、それがどの教室も額で飾ってあるんですけども、ああいう人を目指そうという教育を、まあ、やらせていただいてるんですけどね。 CM の後は番組 MC 菅原絵里が実際に教育の現場へ足を運び、生徒と教員に話を聞いた。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。宇都宮にあるアカデミーさんの業種幼稚舎にやってきました。皆さんすごく元気に挨拶しますね。そうですね、挨拶はもう基本的なところなので、まあ、園でできることとしては、まず先生と
目と目を合わせてきちんとご挨拶をすること、でまた保護者の方に送ってきていただいた時にしっかりと送っていただいてありがとうございます、そして行ってきますという朝のコミュニケーションを取っていただくことで、子どもたちの人間性がさらに磨きがかかるようにということで、挨拶はしっかりと重視をさせていただいています。クオリアな人づくりという教育方針があると思うんですけど、はい、どういったところを気をつけて教育ご指導されてますか？はい、そうですね、子どもたち一人一人がそれぞれいいところ、まあ、悪いところも多少はあるかと思うんですけれども、子どもたちのいいところをさらに伸ばして、これから伸ばしていかなければいけないところは少しずつ少しずつ伸びていくように、その子に合ったお声かけであるとか教育法であるとかっていうのを担任の先生方がお声かけするようにはしています。教室を覗いたら先生が偉人カードを出していらっしゃったんですが、そういうご指導もされてるんですか？はい、はい、そうですね、子どもたちに偉人を学んでいただくことによって、その偉人の生き方であるとか、その人たちが歩んだ歴史を学んでいただいて、これから自分がどのように生きていきたいか、夢を持ちたいかっていうところにつなげて、格言であるとか偉人のカードであるとかっていうものを学習していただいています。で最初は私たちも先生たちも難しいかな、言えるかなっていう不安はもちろんあったんですけれども、もうそんなことはすぐ吹き飛ばしてしまうぐらい、子どもたち、あ、次誰なの、あ、この人知らない、もっと教えてっていうふうに、子どもたちはその偉人のカードだけではなくて、その背景にあるものとかも知りたがるので、この人は何年に生まれてこんなことをしてこういうことをしてみんなに素晴らしい夢を与えてくれたんだよとか、そういったお話をしています。こちらが2015年にオープンしたトレジャーランドです。社長がおっしゃってたようにトンネルのような入り口があって、テーマパークのような進学塾になってます。塾の中にこんな施設があるなんてなかなかないですよね。はい、そうですね、トレジャーランドでは知育、特育、体力を養うということを一番のコンセプトに考えております。その中でもこちらボルダリングの方に関しましては、体力を養うということを目的としているんですけれども、単なる体力ではなくて、このボルダリングを登ることによって忍耐心とか計画性なんていうのを養う、生きる力というのを身につけることを目的としています。成績が良くなったり、テストの点数が上がりました。このトレジャーランドの雰囲気とか、どんな風に思いますか？明るくていいなと思います。楽しいです。授業も分かりやすいし、ボルダリングはクリアできるととても嬉しいです。クオリアな人づくり、教師が生徒に必ず語る心得がある。授業、1日の授業の中で5分程度はこれを語るようにしてるんですね。例えば感謝を忘れぬ人となれというのから始まって、最後は金銭感覚を磨けと、経済の安定なくして理想の実現なしと、まあ、これ生徒も同じで、
っぱり将来いずれ経済的なものが起きてきますんで、きちっと経済感覚は見ないでくださいよというんで、これ生徒心得20訓というんで、まあ先生がまあ一言コメントということで授業の中でもやらせていただいてます。もうこれもかなり創業して間もなくからずっとやってるようなやり方ですね。できないというのは諦めずに挑戦せよ。そうですね。なかなか書きづらい金銭感覚を磨いて、はい、と思うんだけども、でもね、絶対必要なことだね。これって意外と皆さん驚くんですよ。なんでこんなことを言うんですか。はいはい、だけどだと思います。やっぱり幸福校の大きなところ、経済力って相当大きな幸福校に影響するんじゃないかと思ってますんで、まあ、ぜひこういうのも身につけてください。お金の使い方も含めてそうですよ ね、 そ う、 ですね、はい、そうなんだな。まあだから教育でもね、その学校の勉強に行く前に、はい、ここの勉強からまずあるから、先生方の間でね、すでにそうですね、まあ、そういうことを学んでいきましょうというのと、あとは今度教師の、教師道っていうのが私ども言っておりまして、はい、教え方の道がありますよと。でこれはもうまあ、サッカーとかなんかでも一緒だと思うんですけど、指導者側がある一定の指導力を持たないと、やっぱりフォロワー後から追求してもうまくならない。でまずは一つはですね、これも私の、まあ、指導の中から編み出してきたものなんですけど、自由の教え方理論といいまして、教え方をやるときにこの熟考を心がけながらやってくださいという理論がありまして、まあ、初めは一番目が目的明確化の原則というようなことを言ってまして、何かといいますと、まあ、なんか例えば筋トレやりますと、はい、筋トレやるぞっつってもなかなか人ってなんだよそんなことやるのかってなっちゃうんですよね、うん、ところが筋トレってやると筋肉つくよなと。筋肉つくと体がすごく血管がこう収縮したりして血液が流れが良くなるようなと。で疲労が取れるよねと。それから体も循環が良くなるんで、ダイエットにも効くよねという目的を言ってから筋トレやるとですね、筋トレやる効果が上がるという。僕は指導者の方の研修に行って一番最初に言われたのはそのことなんですよ、はい、なるほど。今日の練習は何が目的だって。あ、これです、目的明確化です、はい、でもそれをやってる時に簡単なこっちがなんで気がつかないんだろうと思って、それを教え始めると最初の目的がずれるっていうことですよ ね、 おっしゃる通りです、ね、おっしゃる通りです。これを指摘されて最初怒ったんですよ、僕は。お前に上がんないよってね、その指導者にね、こっちの方が高いレベルでやってきてんだからみたいな。 で、 すよ、ね、でも子供たちからするとやっぱりその指導者が教えた方が分かりやすいっていうことになって、それを僕は一番最初に指摘されたから、もうそれを肝に銘じて。なるほど、もう本当そうなんですよね。だいたいですね、できる人ほどこれ同時に教えたがるんですよ。なっちゃうんですよ、やっぱり知ってますから。気がついちゃう、気がつくし、ところができない立場からすると同時に言ってもらったらもうできません。これ特にスポーツなんか同時に肩動かして足動かしてって言われても分かんないんで、まあ、足だけ動かすだけとかですね、多分そういうのと同じ原理ですね。同時に2つのことダメだってね、まあ、そんなことを教師の、まあ、一つの教え方として、自由の教え方理論として、まあ、先生たちに学んでいただいて、やっていただいてますね。さらにもう一つ、河内が考案、指導者に必要な心得を一冊にしたプロ教師魂107訓がある。これは教室に入った時にですね、子どもたちと接する時にプロの教師はこれぐらい気をつけなきゃいけないっていうのがありまして、それが書いたのがこの107訓という、まあ、教え方なんですね。教え方っていうか心得っていうかね、はい、なんですよね、まあ、気をつけなきゃいけない、いくつもあるんです。例えばその、まあ、この中にたくさん出てくるんですけど、はい、例えばその先生が後ろ向いてこう書きますよ、はい、で皆さんは子供たちとあまり接してないからわからないかもしれないんですけど、生徒たちってその夜の7時ぐらいに塾に来るわけですよ。しかも勉強やって部活やって、うん、もうスポーツやって疲れてご飯食べて塾に来るわけですから、大体眠いわけですよ一番で。その時間に3時間ぐらい勉強やるわけですから、これ集中力落ちるんですよ、はい、なんでこの集中力をどう高めるかって塾はすごい大切なことなんですね。でそれで例えばこう先生が字を書くじゃないですか、黒板に、はい、後ろ向いて書いてる間大体注意力が落ちてくるんですよ、うん、もう集中力なくなって先生が書き終わった頃は、まあ、半分眠ったりですね、うん、隣にいたずらし始めるんで、うん、例えば字書くときも必ず半身で書こうと、うん、だから書きながらこう子供見ながらこうやってこう、いい、これな、こうだろうっていう、こういうことが絶対に授業中必要なんだよっていうのがこのマニュアルの中で入ってるんですね。あるいはその素晴らしい、これもですね、知らないとほとんどやっちゃうんですけども、子供たちが入ってくるじゃないですか、で席座りますよね。
友達同士で座るってケース普通そうですよね、うん、ところがこれ友達同士で座らせますとですね必ず騒ぐんですよ。隣と話するか隣のいたずら書くか消しゴム投げるかいろいろやるわけです。なんでうちの場合はもう席を座らせるときは友達同士は前後左右絶対座らせない。だから知らない子同士だから隣と喋れないわけですよ、うん、まあ、そういうのもこの中に107のルールで入ってまして、まあ、こういうのも相当やっぱりあの私がやる中で得てきたノウハウかなという感じで、まあ、107くんやらせていただいております。こういうちょっとしたことなんで僕外国の指導者に習った時に太陽どっちから上がってんだってそっち向きに子供ね、はい、お前が太陽に眩しいのはいいけど子供が眩しかったらすぐ集中力切れるぞって言われて、もうねそれイングランドの指導者だったけ ど、 なるほど、そのぐらいすぐ気遣いみたいな、その通りと思ってそれからずっとやって日本にいろいろこう言い始めましたけどね。なるほど、はい、いやおっしゃるとですね、もう本当にあるいっぱいそういうことで子供がプッとこうなびてくるみたいなところですね。そうなんです、もう子供たちって そういう小さいところなんですよ、気付けないと半身でそうだろだってやってるのがもうパッと見られてるって気になるからさ、うん、集中力がね、はい、それからね刺し方でもね生徒刺していく、普通よく縦にこう刺していくじゃないですか、うん、1番目誰誰、はい、2番目ともう3番目の子は次は俺が刺されると思ってるわけですよね、うん、なんでもう質問上の空なわけですよ、自分が答えることになる、うん、なんで刺し方も必ずバラバラに刺すというようなもルール化されてるし、いつ来るか分からない、分からない、だから集中力を落とせない、うん、それからさらに刺す時もできる子には難しいことを指してあげて、ちょっと理解力低い子には優しい問題を指して褒めてあげる、まあ、そういうのもですねこの実は107くんのこのプロの教師としての心得の7に107に入ってるんですね、そんなこともやらせていただいております。多くの夢を実現するため子どもたちと共に走り続ける河内浩、そんな男が胸に刻んだ格言とは。これもエジソンの言葉なんですね、はい、人はもうこれ以上やってもダメだというところで諦める、うん、やっとそれからだというのにエジソンなんですね。いいですか、いや素晴らしい、やっとそれからだっていうのにね、はい、こっからだっていうのにね、うん、諦めない、いやいやいや、ますますあの子供たちの今後ですね、はい、可能性をバーッと開いてですね素晴らしい社会を作っていただければと思います。ありがとうございます、全然頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、幸せになる方法を教えたいけど教えてはいけない、でも教えたい、そんなジレンマに悩んだ神様、せめてヒントだけでも教えようとしたのでしょう。人がおぎゃーっと生まれる瞬間、つまり誕生日に情報を暗号化して託しました。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、図解、誕生日だけで人の性格は9割見抜ける。この本を書いたのはバースデーサイエンス研究所の佐奈由紀子さん。佐奈さんがこの本を通して自分の強みを把握し、不要な迷いを減らし、自分らしさを愛し、他人を許容する器を広げて人間関係の向上に役立ててもらいたく書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。